ウインツ君何歳やろうな。あの子も綺麗な顔してはんな。男前で彼女とかいてはんのかな。なんかウインツエイジ君ってあんまり恋の噂ないよね。誰々と付き合ってたとか今まであったっけ。なんかすっごい女の子にモテそうやけどな。顔もかっこいいけど性格ええやんか。あの子ねえ、すっごいモテそうや。どういう方と皆さん結婚とかされるんですかね。人の結婚なんかどうでっていいか。どうだってよくないんだよね。気になるのよ、おばさんっていうのが。おばさんっていうのは気になるんですよ。若者の結婚が気になるんです。でも今20代で結婚するって言ったら若いと思う。だって菅田将暉君20代で結婚したんちゃう。小松菜奈ちゃんと。今何歳か分かれへんけど、すごいね。それこそ一時期菅田将暉君の映画とか見まくってた時やったけどさ、その時も全部なんか。でもなよう考えたらな、なんかいろんな番組で2人で出てる時あったやん。なんか映画の番宣とかでさ、バラエティ番組とかあんなん見てても明らかに付き合ってるような感じするもんね。特に菅田将暉君が。あの子お芝居上手やけど、ああいう時下手くそやなと思うわ。明らかに小松菜奈ちゃんと付き合ってる人の雰囲気出してないね。小松菜奈ちゃんと付き合ってることがバレないようにしてる人になってるのよ、やっぱり。せやな、そんなんあるよね。小松菜奈ちゃんがなんかお料理を作るってあって、ほんでその自分の得意料理をそこで披露しますみたいなのがあったんや。ほんでさ、普通やったらで、そんなん作れるんですかとかさ、へえ誰に聞いたのとか、なんかこんな質問するやん。でも多分何回も食べてんやろな、もう付き合ってるからね。世間には言うてへんけど、だからなんかこんなん作りますって言ったら、みたいな、なんか初めて聞いたリアクションを取ってる人みたいになってたよ。あんな見たら、ああもう付き合ってはんねやなって感じやな。案の定な、ご結婚。でもいいやんか。だから虹色泣いていいんだよ、そんな一言に。あれなんか虹かな、虹っていう歌でしょ、あれで。あれもほんまかどうか知らんけど、小松菜奈ちゃん、七色、虹は七色やから、あの虹っていう歌は小松菜奈ちゃんの七色の虹とかけて、虹というタイトルにしたんちゃうかという話や。はっはぁ、ほんまかな。こんな後付けで何とでも言うからな、みんな後で。ようあるやん、関係者 A の証言とか言うけど、あれほんまにって感じやん。でもな、週刊誌の書くこととかって。でも今もう週刊誌がどうっていうよりも、なんかネット情報の方が多いもんね。そういうことやな。舞ちゃんと高志も結婚せえへんかな、舞い上がれな。舞い上がれの中で結婚して、ほんまに結婚したりしないかな。でもあんなん分かれへんで、私。お互い好き同士なれへんのかな。だって私ね、そら高志くん、赤楚衛二くんのお母さん役やらせてもらって、本当に子供みたいに思うわけやん。なんかこうずっとこうお芝居も女優さんでもないから、私が本気にならないとこうセリフが出てこなかったりするから、本気になったらほんまのお母さんみたいに思ってくるってなると、本気になって夫婦の役になって恋愛とかしてたら、そら好きなるよね。そら好きなるわ。あれ結婚せえへんかな、二人。めっちゃそれ願ってんねんけど。めっちゃお似合いやと思うねんけど。ダメですかね。